こに行っても魔獣がたくさん出てくるんだね、この世界は。まあゲームってそういうものだからね。でも討伐すればいいことあるかもだし、頑張ろう。敵だ。試してみるか。敵だ。ここの敵を全滅させるぞ。ここの敵を全滅させるぞ。これはいいな。
敵だ。貫け。連続攻撃だ。役に立つかな。リロードするよ。解放とします。上昇を感じます。
敵だ。貫け！リロードするよ。貫け！強そうだぞ。敵だ。Take off!
じなわではいかなそうだ。
正気で行くぞ。敵がダウンした。チャンス、連続攻撃だ。チャンスがあれば巻き取る。いけるな。さて、お疲れ。いい戦いだったな。装備アイテムだ。やったな、みんなのおかげだぜ。力がみなぎってくるな。モンスターの討伐完了しました。お疲れ様でした。お疲れ。やっぱりユイがいてくれると調子が出るな。お役に立てて嬉しいです。今回はサポートだけじゃなく、パパや皆さんと一緒に戦えますしね。ああ、頼りにしてるぞ。頑張ります。この遺跡群、一つ一つ隅から隅まで見ていくの？細かくなくていいけど、全体を大雑把には調べたいかな。不具合があればレポートにまとめるから、あなたたちも何か違和感あったり、気づいたことがあったら教えてね。テストルームへの入り口か、システムコンソールでも見つかれば一番なんですけどね。お手数ですけど、お付き合いよろしくお願いします。すみません。じゃあ探索開始だ。風花とネージはもちろんだけど、他のみんなも単独行動は禁止な。必ず数人ずつ固まって行動すること。何があるかわからないから気を抜くなよ。はい、了解。なら風花さんとネージュさんの護衛は私が引き受けるよ。ん、どうしたユージよ、ぼんやりして。ああ、ごめん。見たこともないような風景が次々に出てくるもんだから、ちょっと圧倒されちゃって。こういうのキリトにとっては、キリトの世界では当たり前のことなのかな。いや、そういうわけでも。で、俺がユージオとは違う世界の出身だってこと気づいてたのか。
なんとなくはね。まあ言ってくれなかったのは水臭いと思うけど、その話は今はいいか。他のみんなも周囲の世界がどんどん移り変わることにあんまり驚いてないみたいで、僕はそのことに少し驚いてる。驚いてないってことはないさ。俺たちだって十分戸惑ってる。ただこういう世界を作り出す技術が存在すること自体は広く知られてるんだ。だから順応は早いのかもしれないな。なるほどね。やっぱりここでは僕がベクタの迷子なんだな。なんだか妙な気分だよ。朽ちているとはいえ、見上げるような建造物、巨大な橋に石段、これらも全部作り出された世界か。ふん、セントラルカセドラルに比べたらどれも大したことないでしょうに。とはいえ、世界そのものを作り出すという発想はアンダーワールドの常識をはるかに超えているわね。そしてそれを皆が知り利用しているというのは、高度な技術が一般化しているということ。技術や知識は支配者が独占した方が利益になると思うんだけど、こちらでは価値観が違うのかしら。共有した方が全体の幸福につながるって考え方はあるな。あと情報技術が発達してるから、新しい発見や知識を人に見つからないように独占するのは難しい。もちろんあんたが言うような考え方をしている人間はいるし、一般人には隠されている情報だってあるんだろうけど。ちょっとみんなこっち来て。リズ、なんだろう。随分と切羽詰まった様子だったね。行ってみよう。どうしたリズ。こりゃひでえな。なんですかこれ。デッドって出てるんだからプレイヤーの死体よね。1、2、3、10人以上。私とリズさんで適当にそのあたりを調べてたんだけど、何の気なしに足を踏み入れたらいきなりこれで。心臓が止まるかと思ったわよ。みんな死んでいるのか。一体誰がこんな。いや落ち着けユージオン。死んだと決まったわけじゃない。こちらでは世界によって死の定義が変わるんだ。そうですよね。VR ワールドなんだから本当に死んだわけじゃないはず。それにこの異常事態が終われば何事もなかったかのように復活できるかもしれないし。まあだからといって放っておける問題でもないけどな。ちょっと調べられるかユイ。はいパパ。受けたダメージの種類がそのままアバターの傷に反映されるようですね。見た感じ切り傷とか刺し傷でしょうか。血が流れてるわけじゃないけど、これだけたくさん人が倒れている光景っていい気持ちしないね。武器の種類とかやられた時間とかはどうだ。いえごめんなさいパパ、今の私は機能を大きく制限されていますから、これ以上のことは。あ、そうだったな。いやいいんだ、仕方ない。しかし大勢やられたもんだな。こりゃよっぽどでかくて手強いボスモンスターの類に違いねえぞ。そうか、傷のつき方見るとそこまで巨大でもなさそうだけど。凶悪な何かにやられたんだとしても人間サイズじゃない。じゃあ雑魚の大群に襲われたんだよ。抵抗しようにも
こう囲まれてだな。もう少しよく観察しなさいな。それぞれ効率よく致命傷を与えられているでしょ。そうだな。囲まれてかつて押し切られたのなら、もう少し体のあちこちに傷を受けているだろう。ってことは、でかくもなく多くもないモンスターにこの人数が一方的にやられたってのか。ものすごい精鋭揃いだったとか。でもさっき片付けた魔獣の中にはそこまで圧倒的な強さを持ったやつはいなかったよ。もちろんまだどこかに隠れ潜んでいる可能性は否定できないけど。あと考えられるとすれば PK かな。仲間のふりして近づいて油断しているところをとか。ああ、リーファたちはそんな話を聞いてたんだっけ。うん、風花さんたちが巻き込まれて犯人の濡れ衣着せられたの。というか私も濡れ衣着せた側だったんだけど、ごめんね。あの時は いえ済んだ話ですのでお気になさらず。しかしこの世界でもラフコフみたいなのが暴れてるんだとしたら怖い話だな。げ、勘弁してくれ。そんなにうろたえるようなことかしら。相手がモンスターだろうと殺意を持った人間だろうと、襲われたら返り討ちにすればいいだけじゃない。誰もがあなたのように割り切れるわけじゃないんだよ。そうなんだよな。たとえ VR ワールドであっても、こんな状況下で突然こんなものを目にしたら普通は動揺する。俺だって例外じゃない。アドミニストレーターが平然としているのはまあわかる。でもあいつはどうして。あれ、そういや風花ってどこ行ったの。え、あ、本当だ、さっきまでいたよね。ネージュちゃん知らない。私も今気づきました。どうしたんだろう。こんな時に一人でうろうろすんのって危険じゃねえか。探しに行った方がいいかな。なあ、風花は自分でここから立ち去ったのかな。そりゃそうでしょう。みんな死体とか辺りの様子とか調べてたから気づかなかったんじゃない。敵にさらわれたとかならさすがにわかるだろうしな。それがどうかしたのか。そう、風花はこの光景に驚いてないように見えたんだ。ちょっと違和感を覚えるくらいに落ち着いてた。考えすぎか。そういえば俺たちと行動してからもたびたび姿をくらましてた。偵察と言っていたけど本当にそうだったのかな。いや、何を考えてるんだ俺は。何の確証もないのに。パパ。何でもない。確かに一人にしておくのはまずいな。手分けして探そう。みんなご苦労じゃったな。協力者が増えたのは実に喜ばしいこと。人格とシステムプログラムの融合、そういうことも起こりうるのか。確かに私は長期間の自律稼働が可能なように設計した。とはいえキャラクターがこのような方向に変化成長するというのは実に…創造主気取りですか先輩。そんなつもりはないよ。それなりの考えを覚えはするがね。ああ、失礼、カーディナル君だったね。
私はヒースクリフ。大まかな事情はアリス君から説明を受けている。この事態の解明および収集については協力できるだろう。よろしく頼むぞ。まずは現在わしらの置かれている状況について整理することにしよう。ちょうど新しい情報も入ったことだしな。ガラクシアシステムの運用試験をしていたテストルームか。なるほど。そこからシステムにアクセスすればこの異常事態についてより詳しい情報を得ることが可能かもしれない。それにしてもスタッフが殺されていた。誰が何の目的でそんなことを目的があるとは限らないぞ。やりたいからやる、そういう人種もいるかもな。でもこの状況でテストルームを見つけ出してたどり着いて情報を手に入れたってすごいことよね。その協力者ってどういう人なんですか？本人は探偵とか言っておったな。探偵実在する職業だったのか。またまたガラクシアの開発会社とは取引があったそうじゃよ。そやつは VR ワールド内での流行の調査、分析、助言などを生業としておってな。開発元からの依頼を受け公開前から協力していたらしい。つまりはコンサルタントみたいなものか。オーディナルスケールの時もそういうスタッフがいたな。私の外見デザインや演出にアドバイスもらったよね。私とカーディナル様がここに飛ばされてきて最初に会ったのがその探偵だったの。 VR 世界についての知識が豊富で情報収集にも長けていたから力を借りることにしたのよ。ま、いずれもっと詳しく紹介する機会もあろう。それより今はお主らに働いてもらわねばならん。その探偵の見つけた手がかりを実地調査すればいいのね。うむ、ガラクシアのシステムは一度調べておくべきじゃしの。何かがわかるかもしれん。というわけで次の目的地はテストルーム。わしも一緒じゃから道中の護衛は頼むぞ。え、カーディナル様も同行されると？危険ではないのですか？今のわしは戦闘能力を失っておる。ま、安全ではあるまいよ。とはいえこの状況で安全な場所などどこにもなかろう。外からシステムにアクセスするのが難しい以上、調べるためには現場に行く必要があるのでな。しかし大丈夫だよ。こっちの人数も増えたし、みんなで守ろう。わかりました。一緒に参りましょう。うむ、よろしく頼む。指定された場所はこの辺りだよな。特に何事もなく着いちゃいましたね。右田と左子が活躍できず残念なような、ほっとしたような。危険も苦労も少ない方がいいわよ。その協力者の探偵さんは近くにいるの？いや、あくまでお互い可能な範囲での協力という取り決めだな。あやつにはあやつの目的があるらしい。合流は難しかろう。ま、テストルームへの道を開いてもらったことだけでも感謝せねばな。さて、この辺りに。このシステムコンソールから ID とパスコードの入力出た。あ、向こうにドアが出た。この中
中がテストルームかな。扉の向こうから特に物音は聞こえないな。人の気配なし。でも油断もなしでね。探索のセオリー通りにやりましょうか。ある程度の装甲と近接戦闘能力のある人は前に出て、そうじゃない人は少し後ろで待機。カーディナルさんの護衛と後方の警戒をお願い。準備は良いか。扉を開けるコマンドを送るぞ。何も出てこないよな。前衛そのまま中に入りましょう。安全が確認できたら後ろも続いて。デッドか。こりゃまた派手にやられてるな。あらかじめ情報を聞いてなかったらびっくりしたでしょうね。もちろん分かってても気持ちのいいものじゃないけど。そういえばアスナはこの事態に巻き込まれてからこういう光景は見てないの？こういうって誰かが殺されているような？うん、実は僕たちカーディナルさんと合流する前に何者かにやられたプレイヤーを見てるんだけど、どうかな、アリス、シノン、似た感じだと思わない？そうですね、同じような印象です。人間サイズの相手に人間の武器でやられたように見えるわね。以前に見たのと一緒。ここでテストプレイヤーとして協力してたやつが一人行方をくらませてるって話だったよな。ってことはやっぱ PK？ そいつが犯人？あまり先入観を持たない方がいいわ。例えばモンスターの侵入を許してしまったという可能性だってあるんだし。それらを含めてこれから調べていく。ログの類が残っているということじゃから何かしらわかることもあろう。さてお主らの中に VR の技術者やプログラマーはおらんかの？わしの知識は少々偏っているのでな。システムログやデータ類の解析を手伝ってもらえると。なんじゃ、視線が一人に集中しておるな。お主ヒースクリフじゃったか。心得があるのか？多少は。私でよければ手を貸そう。スゴ、いや、オベイロン、君はどうかね？やりますよ。モンスター相手に戦わされるよりはいくらかマシな仕事だ。僕たちもいいですか？ユナはサポートできると思いますし、僕も雑用くらいなら。はい、手伝うよ。ありがたい申し出ではあるが、構わないのかね？正直あなたに対しては複雑なものがありますよ。ただ足を止めるよりは前に進むことを選ぶと決めたので。じゃあ私たちは交代で見張り番をしつつ休憩ということにしましょうか。了解。どう？今のところ異常なし。モンスターの姿もないよ。交代しようか。中の調査まだかかりそうだし。平気平気、僕は難しいことわかんないし見張りくらいしかすることないからね。まああの人たちに比べたらみんなそうでしょうけど。アスナはもう大丈夫なの？記憶混乱してたんでしょ？うん、もう大丈夫と言えればよかったんだけど、正直なところまだ少し怖いわね。怖い？
記憶や認識がおかしくなるというのは、今自分の見ているもの、感じていることすら信じられなくなるわけだから。例えば今こうして話している勇気は幻じゃないのか、本当にそこにいるのかとか。勇気、あなたは。僕はアスナとこうして話せてるってだけで嬉しいけどね。幻かどうかなんて関係ない。僕が今そう感じているんだから、この時間やこの感情は真実なんだ。それじゃあダメかな。うん、そうよね。あら、どうかした？今あっちに人影が。女の人かしら。アスナ、後ろ！モンスター、どんどん集まってくるよ。なんて数。手の空いている人は全員こっちに集まって、テストルームを死守します。精一杯頑張るね、アスナ。一緒に戦えて嬉しいよ。アスナさん、今日もよろしくお願いします。カジロー様が守ってやんよ。消えなさい。ドン！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 ド
みんなご苦労じゃったな。指定された場所はこの辺りだよな。どう？絶対に勝ってみせるわ。アスナ、一緒に戦えて嬉しいよ。アスナ、いつも通りお願いね。アスナさん、今日もよろしくお願いします。ダブルプレス！落ちません！今よ！やっ！うっ！